真の忠義。今度の任務は補給地の防衛か。私たちの任務にしてはなんだかまともな内容ですね。喜べるものじゃないぞ。この補給地は帝国軍と争奪戦が続いている激戦区だ。正規軍が守りたがらず俺たちが選ばれた、そんなところだろうよ。そう言わずに頑張りましょうよ。ほら、あの人みたいに。うん？ああ、58か。確か、シンさんでしたっけ？ずっと黙って荷物を運び続けていますよ。無口なんだろ。お疲れ様です、シンさん。一息入れませんか？心遣い、イタミール。だが自分はまだ与えられた役目を終えていない。作業に集中するため話しかけないでいただこう。すみません。おやおや、もったいない。エイミーのお誘いを断るなんて。彼はネームレスが誇る最高の憩いのひとときを逃してしまったね。いえ、いいんですよ。一生懸命な時に声をかけてしまったから。働き者なのは評価できるけど、ユーモアが足りない男ね。ああいうのを教育して変えていくのも楽しいかもしれないわ。あれは手ごわいだろうな。いいじゃない、燃えるわ。終わりだ。お疲れ様。お茶いかがですか？かたじけない。だが自分はすぐ保証に立つ。水分は控えたい。待ちなよ。そこは一杯ぐらい飲むのが礼儀というものだぜ。礼儀と任務ではどちらが重い？答えるまでもなかろう。ではごめん。おお、こいつはまた俺にも予想できなかった反応だ。もしかしたらお国の文化なのかもしれませんね。お国って？シンさんずっとお母さんの母国に住んでいたらしいんですよ。母国ってどこだ？大陸のずっと東の島国だと言ってました。帝国より向こうだそうです。あのでかい帝国より遠いですって？そりゃ文化も違うだろうな。保証に任せられたシン・ヒューガと申す。よろしく頼む。セルジュ・リーベルトです。よろしく。あのシンさん。敵か？いえ、保証は集中して警戒をするものですが、そこまで集中しすぎると後半に集中力が切れてしまいますよ。心配無用だ。私は命じられれば一昼夜でも集中を切らさん。それはすごいですね。禅を学んだものならばできることだ。禅とは、シンさんの住んでいた国の？精神を鍛えるものだ。
武人のたしなみでもある。不思議な文化があるんですね。自分にとってはこの部隊の者たちの考え方が不思議でならん。国のため主君のために戦う兵士でありながら、主より与えられた役目より法ゆえの礼儀が大切と、自分には理解できない。シンさんの国ではみんなそう考えているんですか？少なくとも軍人は主君のために命を懸ける。主が死を命じれば慎んで命を捧げるものだ。そう教えられてきた。それはすごい。この国では自分の文化思考が通じぬようだ。故に難しい。
生死は問わぬ、ただ勝つのみ。紳士としてはね。敵さん発見。華麗に決めるぜ。悪いな。うまくいっ、素材調達はコックの基本。くらえ。飯は剣よりも強しだぜ。当たれ。うまくいっ、飯は剣よりも強しだぜ。逃がしはしない。敵、逃がしはしない。嫌いじゃない。ドイツだい。スマートに行くぞ。当てる。仕留めた。
やったわ。当たれ。やったぞ。これでどうだい。恨むんじゃないよ。なんていう手前だ。嫌いじゃない。逃がしはしない。手応えのない。やった、これで進める。慌てる必要はない。そこだ。己の道をただ行くのみ。はっ。滅。なかなかやらせないか。気が満ちてきた。俺に解けない謎はない。悪いな。この調子で攻め上がる。見つけたわ。衛星兵、急いで当たって。敵撃破。高い、狙われてるぞ。当たって。やった。応答しろ。どうしたんだ。敵がいました。逃がしはしない。誰がいいです。じゃあね。敵は強いよ。逃がさないで。敵発見。すみません。発見した。慌てる必要はない。この調子で行く。敵撃破。この調子で行く。逃がしはしない。逃げ道はない。悪くない。くそ。負けはせぬ。祖国のために。
第二陣来ます。連戦は無理だ。一時撤退する。了解です。新さん下がりますよ。いいな。何をしている。撤退は命令だ。主君より受けた命令はこの地の防衛のはず。命は惜しくない。あのバカ逆に突っ込んでいきやがった。隊長、僕が彼を援護します。許可を。君も死ぬだけだ。許可できない。しかしこのままではシンさんが。アルフォンス、状況はどうなっている。 OK だ、行けるぞ。よし、突撃兵と戦車は隊列を組み前進だ。前進？どういうことです？これより我々は義勇軍中隊を支援する。緊急回線で援軍を要請しておいた。応じてくれた部隊がいたんですね。よかった。脅かさないでください。新さんを見捨てるのかと思いましたよ。前進だ。一気に畳みかける。敵部隊の撤退を確認。援軍のおかげで補給地を防衛できた。頑固者も命拾いしたし万々歳だな。なぜ撤退しなかった。理由を聞こう。自分は主君より受けた使命を優先したのです。どういう意味だ。この地を守ることは我が主君コーデリア姫の領土を守ること、すなわちガリアのため、主君と国土のために命を懸けたまでのこと。ガリアのために俺の命令を無視したというのか。主君への忠誠は絶対です。これを曲げることは何人たりともまかりならん。バカだこいつ。筋金入りですね。そりゃネームレス送りになるはずだ。処罰するというのなら甘んじて受けよう。主君への忠義を貫いて悔いることなし。待ってください、シンさん。主君への忠義というのなら隊長の命令には従わなければいけませんよ。なぜだ。隊長は君主の代理として隊を指揮しているんです。違いますか。ん？セリジュ殿の申す通りだ。自分は姫君への恩に報いようとするあまり大なる使命にとらわれ、使命達成のために隊員として務めることを失念していた。不覚だ。ではここで腹を切って命令違反の罪を償おう。それでいいな。待て、腹を切るだと。作法は心得ている。その行為は大気を乱す。今すぐ中止しろ。命令ならば是非もなし。以後君はガリアの国宝および軍旗を尊重し、コーデリア姫への忠誠を示さねばならない。いいな。